皆さん、こんにちは、こんばんは、やすゆきでございます。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日なんですけれども、本日は、先週購入させていただいた、ルミックスの S5M2、 こちらに搭載されているリアルタイムラットの話をさせていただきたいなと思います。では行ってみましょう。このリアルタイムラットのラットという機能なんですけれども、ラットというのはルックアップテーブルのことになりまして、もともとカメラに入っている風景だったり、ナチュラルスタンダードというのはいうようなフォトスタイルだけでなくて、自分のオリジナルな色というものは出せて、なおかつその色で写真が撮れるというものがリアルタイムラットの機能になります。で、今回この S5M2 を購入させていただいてから、この S5M2 熱っていうのが冷めないうちに、このリアルタイムラットでちょっと色を作ってみようという企画でございます。で、具体的には、青色、黄色、赤色という単色の色以外は全て白黒にするというようなラットでございます。例えばこういった写真、いろんな色がありますよね。で、こちらをですね、こういう形で青だけ残したり、こんな形で赤だけ残したり、こんな形で黄色だけ残してみたりというような、単色だけ残して他は白黒にしちゃおうというようなラットでございます。特にね、今回ちょっとこのラットを作るの結構苦労したんですけれども、僕が編集ソフトでいうとダヴィンチを使っているんですけれども、ダヴィンチの中でもこの単色だけ残してあとは白黒にするっていうラットの作り方、いろんな作り方あると思うんですけれども、特定のやり方するとラットにならなかったんですね。こうダヴィンチ上ではちゃんとこう単色だけ色を表現してても、実際ラットに焼いて、カメラの方にインストールすると実は白黒にならなかったりとかですね、いろんな問題がありました。なんで、まず作る上でも結構苦労したというところと、例えば赤色ですね、を代表して話をしますと、赤にも例えば薄い赤だったり濃い赤、影が乗ってシャドウがすごくこう黒くなってきた赤だったり、逆に日光が当たってハイライトがすごく飛びそうな赤色だったりということで、一つの赤色だけ撮っても結構いろんな種類の赤というのがあるんですね。で、今回、僕はですね、その、例えば赤ではいろんなシーンの赤というものを抑えてですね、その赤の発色が出るようなラットというものを、作成させていただきました。少しね、時間かけて作ったんですね。というところもあって、まだお試しという段階ではあるんですが、少し、このラット、販売をさせていただこうかなと思います。スパチャぐらいの値段ですごく安く出していますので、もし気にかけていただけましたら購入していただけると幸いでございます。というところで、本日はこのラットというところの紹介だけでなくて、ダウンロードしたラットをどうやって、カメラの方にインストールするのという使い方も含めてご紹介させていただきたいと思います。ということで、じゃあ行ってみましょう。じゃあやっていきましょうか。やっていくといってもそんなに難しいことはないです。簡単です。まずですね、ダウンロードいただいたラットのデータ解凍すると、このような、ブルー、レッド、イエローというラットが、入っております。で、片や SD カードをパソコンの方に接続していただくと、ルミックスのカメラで写真を撮っている SD カードであれば、内部はこういったような、構成になっていると思うんですけれども、もうこの中に本当にこうドラッグ&ドロップしてこうポンと入れてやるだけ、これだけで OK です。はい、簡単でしょう。じゃあ続きまして、カメラの設定画面の方に移らせていただきます。ラットのインストール方法を、解説したいと思います。まずダイヤルの方は、写真のモードですね、A でも M でも OK です。はい、まずじゃあ、メニューの方行きまして、こちらの歯車マークの、カスタム設定のところからですね、この一番上の、ラットライブラリーというところ、こちらの方に行っていただきます。そうするとまず上に、709という、初めから入っている、709のラットがございます。で、ここから、下にですね、10個も、ラットが登録できるようになってますので、こちらから順次登録していくと
まずセット1というところで読み込み、今スロット1に SD カードが入ってますので、ここから読み込むと。でスロット1ですね。でスロット1に、先ほどパソコンから SD カードの方に移したラットファイルが、見えるようになってきます。ここで注意なんですけれども、パソコンにラットを入れるときにですね、ダウンロードいただいたラットであればそのまま入るんですけれども、自分で作成していただいたラットっていうのはこの文字数の制限があるので、そこだけ注意して、SD カードの方に移すようにしてください。で、まあ、今回ですと、レッド、ブルー、イエローというラットセットで、販売の方をさせてもらってますので、そちらの方がこう見えていまして、まあ、一つですね、ピンクという、まあ、今梅だったりこれから桜の時期になりますので、花だけを抽出できるような、ピンクというラットもご用意しました。でこれを、随時登録していくと。はい、ラットの読み込みが完了しましたと。はい、で、レック709の下にこのピンクというラットが入りました。で同じようにセット2でもどんどん、ラットを読み込んでいくということをします。インストールできました。でこちらの方はこれで終わりで、次に使い方ですけれども、使い方としましては、次に設定画面の、カメラのマークの方を見ていただきまして、フォトスタイルですね。で今回のものは、マイフォトスタイルで、登録をお勧めします。でじゃあどうするかと言いますと、これがマイフォトスタイル1の状態で、そこからこのダイヤル下を押していただくとフォトスタイルが選べるようになっています。今はスタンダードになっていますが、今回のラットはですねスタンダードで動くようになっていますので、ここのフォトスタイルは、変えずにスタンダードのままで OK です。でここから、下の方行きまして、カーソルを移していくと、ラットというところが今オフになっているんですけれども、ここで選択していきます。ちょっと僕指でやりますけどね。ここで、このラットの選択すると、先ほど登録したラットのところに飛びますので、ここで例えばレッドっていうようなことをすると、ここでレッドの、ラットが読み込めてますので、これで、決定読み込めてますので、これで、呼び出し登録というところで現在の設定を登録、現在の設定を登録というところで、マイフォトスタイルで上書きしますかっていうところで、はいをすると、これで、上書きができた状態です。もう一度見てみましょう。フォトスタイルはスタンダードで、登録したラットが動いているかというと、はい、ラットの方がオンになっていて、今登録してあるラットはレッドというラットが動くようになっています。はい、使い方はこれだけですね。でまあお好きなように、例えば、こちらのですね色相だったりシャープネス、サイドというところを、好みによって調整いただければと思います。で今赤のラットだけをマイフォトスタイル1に登録しましたが、同じようにマイフォトスタイルは4つまでかな登録できるので、僕としては、マイフォトスタイル1に赤、2に黄色、3に青、で4に、まあ、ピンクというような形で、登録してあります。さあ皆さんどうでしたでしょうか。ラットをダウンロードして SD カードからカメラの方にインストールする、そんなに難しくないでしょう。ぜひやってみてくださいってことで、じゃあ、続きまして、実際に作例の方を見ていただきたいと思います。じゃあまず、こちらの写真ですね。どうですか、近くにね大きなアンテナがありまして、赤いアンテナなんですよ。下の方が赤いアンテナなんですよ。なのでこうやって赤のラットを使って撮影するとアンテナの下の方だけが、色がついて、あとは白黒になるというような感じですね。はい、続きましてベンチです。公園のベンチ青色になっているので、今度は青いラットの方を使って写真を撮影しています。よく見ると奥の方にもベンチがあって、こちらの方も青く反応している状態ですね。
あと空の方はね、少し雲がかった、青空なんですけれども、色がついているのわかりますでしょうか。まあ、ちょっとだけ青くなってますね。こちらが青のラットで、写した空ですね。下の方にある木にね、緑色の葉っぱがついてるんですけども、緑色の葉っぱはこれ実は白黒になっています。で、後ろの空だけが反応している状態、面白いでしょう。はい、でこちらはね、駐車場を写しました。今回は黄色のラットですね。この黄色い車だけが反応している状態で、まあ、若干ね、上の方が黄色がかった、葉っぱっていうのもあるので、少し色が出てしまってますけれども、この黄色の車だけを、再度残して、あとは白黒にするという写真、アート性があって面白いですよね。はい、こちらも青のラットで、撮影した、まあ、青の車と下の、車椅子専用の駐車場の青のペンキが塗られたところだけが反応している状態、面白いですね。次は赤のラットですが、公園の方に、これ梅なのかな、赤い小さな可愛らしい花が、咲いていたので、こちらの方を赤のラットで撮ってみました。ね、赤の花であれば十分発色出るでしょ。はい、次またちょっと黄色の方に戻りまして、公園の遊具ですね。小さい子が遊ぶ遊具のこの手すりだったりが黄色に塗装されていましたので、こちらだけがこう反応していると。で、よく見るとそのやっぱ難しかったところが、この黄色のハイライトが高いところとシャドウが強いところ、これも色として残すというところがこのラットを作る上で、まあ、結構難しかったところですね。はい、こちらも黄色のラット、黄色のこれ足を乗せるところと手すりかなね、しっかりこの影の部分も黄色の色が残ってくれてます。これ面白いですよね。で、まあ、こちらも黄色のね、こういう鉄棒、小さい鉄棒のこの隅の、金具だったり、ブランコの両端の、金具、こちらが黄色なので、ここが発色してる感じですね。で、まあ、こちらちょっと戻りまして、青空ですね。青のラットで撮ると、先ほど見せましたこの赤いはずのアンテナ、こちらも白黒になって色が抜けて、お空だけが青くするという状態です。で、まあ最後、はい、こちら最後、桃色のラットで、動画で撮ってみました。こちらね、多分梅の花だと思うんですけども、しっかりピンクのサイドを残して、他の色は白黒で落とすと。で、それが、リアルタイムラットで動画で反映させて見ることができると。これ結構面白いんじゃないかなと思います。こういったラットを使って撮ってみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。このラット使ってね、最近結構写真撮ってるんですけれども、なかなかね、面白いですね。まあ、動画じゃなくて今写真メインで撮っているんですけれども、少しずつこれからインスタグラムにも上げていこうかなと思っておりますが、なかなかその写真のね、あの構図だったり、そのグラデーション、色合いだったりっていうところすごく重要だと思うんですけれども、それだけじゃなくて単色だけを残すことで少しアート性を持たすみたいな写真の面白さっていうものも伝えられたらなと思います。最近ね、僕こういう単色だけ残す写真撮りにハマっているんですね。というところで、もう S5 Mark II を購入させていただいてから、この熱が冷めないままリアルタイムラットというところの遊び方をですね、少し、ご紹介させていただきました。また次回以降ね、現行の S5 と S5 Mark II の方の画質比較だったり、カラーサイエンスの比較みたいなものも、考えていますので、引き続きご視聴いただけると幸いでございます。あ、忘れてた、今回のラットね、あの、まあ、スパチャ程度で済むようなもう格安だと思っているんですけれども、それで販売したいと思います。もしあの興味がある方は概要欄にね、リンクの方を貼っておきますので、ここから購入いただけると幸いでございます。今回の動画は、これまでにさせていただきたいと思います。今回の動画良かったと思われる方は、グッドボタンとチャンネル登録の方、お願いさせていただきまして、引き続き、ご視聴いただけると幸いでございます。
それでは今回これで失礼させていただきます。安幸でした。